スノガイヤドカリカはヤドカリのトガの一つ。北極、南極を除く、ほぼ全世界の海洋に見られ、水深2000メートル以前に生息する。海底の住みに隠れていること、比較的希少であることから、400の標本を消述したモノグラフが1987年に出版されるまで、およそ60個体程度しか得られていなかった。英語では、 一般的にシンメトリカルハーミットクラブスと呼ばれる。他のヤドカリと異なり、まっすぐな腹部と左右同数の付属子を持つため、外見は左右対称である。また、腹部は他のヤドカリでは柔らかいところ、本家では部分的に石灰化している。この二つの特徴から、エドワード・ジェイミアーズが本家最初の種を記載した時には、本家は イオ類と長尾類をつなぐ分類群であるとされた。この腹部のため、巻貝の殻をスミカとして用いることは少なく、木片、岩、角貝の殻、海面、竹やマングローブの破片などを用いる。ハサミはスミカの口を閉じる蓋になるように適応していることが多い。火全体としての分布域は広いが、その多様性はインド太平洋に偏っており、 大西洋からは4種しか報告がない。北極、南極には生息しない。100-2200メートルの深さから最終記録があるが、通常は200から500メートルに生息する。従属に約40種を含む。ありがとうございます。